滝沢秀明と二宮和也の関係性と、飛べ、いじりに対するファンの反応。ジャニーズ所属タレントである二宮和也、嵐、中丸雄一、キャトタン、山田亮介、平成ジャンプ、菊池風魔、セクシーゾーンによる YouTube チャンネル、ジャニのチャンネルが2021年に開設され、 今年7月23日に登録者400万人を突破したことで大きな話題となりました。彼らのその姿を見ることができるというコンセプトがファンの間で高い人気を誇り、老若男女を問わず多くの視聴者に愛されています。しかし、最近の生配信の中で起きた一幕が SNSA で賛否両論を呼び起こしました。 7月20日に登録者400番人を目前にして行われた生配信の冒頭で、滝沢秀明の新会社、トベの公式 YouTube チャンネルでの生配信と売り二つの演出が披露されたのです。元 V6 の三宅健也元キングプリンスへの平野市洋人宮寺優太、イムップ。 ジャニーズ時代は、インパクトオーズが正式に加入発表された当時の生配信の構成演出を告似していたため、ファンからは注目と質問が集まりました。この演出に対して、滝沢秀明はキ i k クライブで真似されることはいいんじゃないですか。大丈夫なのかな逆に心配になるわ、とコメントしました。また、二宮和也からも連絡があり、 止めるようにと伝えられたと言いますが、生放送であったために、時すでに致死となってしまったとのことです。ファンの一部はこのいじりを許容し、かつての同僚同士の戯れと受け止める声もありますが、滝沢さんや、戸部に所属するタレントが移籍した経緯があることから、一部のファンからは批判的な声も上がっています。二宮和也と滝沢秀明の関係性については、 彼らはジャニーズ JR 時代からの中であり、同世代として信仰が深いことが伝えられています。以前に放送されたバラエティ番組、VS 嵐では、滝沢秀明が若かりし、頃の二宮和也を、とにかく可愛かった、と称賛しており、一方の二宮も滝沢を、兄貴だよね、基本的には。合宿所にいた時は、合宿所じゃないの、タッキーの家なの。 回想しています二人の関係は長年の友情で結ばれているようで、ファンからは特別な存在として見られています。しかし、ファンの心情は複雑であり、一部の人々は飛べ、いじりを楽しむ一方で、遺跡に関わる感情を考慮する必要もあります。滝沢さんや とべ、所属タレントがジャニーズ事務所と折り合いがつかなかった経緯があるため、ジャニーズサイドに所属するタレントがいじることに対してファンは敏感に反応しているのです。このような状況を踏まえると、ジャニーズ事務所と関係するタレント同士が戯れることは、ファンの感情を傷つける恐れがあるため慎重に扱う必要があります。 ファンの理解を得ながら、より良いコミュニケーションを築くことが大切だと言えるでしょう。二宮和也や滝沢秀明が多くの人々に愛される存在であり続けるためにも、そのような配慮が必要とされるのです。